こんばんは、気づきチャンネルへようこそ。というか、めっちゃ明るいです。昼です。今日はどこに来てるかというと、ベータのライブね、今来てリハが終わってちょっと時間があったんでね、五穀神社に来ました。鳥居見えると思うんですけどね、五穀神社です。ちょうどお参りしてきました。この間の動画でね、8月15日五穀神社行ってますということで言ってたんですけども、今年の8月15日は台風でしたんで、台風の中ね、行こうかと思ったんですけどね、何かね、怪我したりとか何かに巻き込まれても、逆に行けないかなと思いまして、ご先祖様もね、そんなことでごちゃごちゃ言わないと、信じてますんで、また来れる時おいでと、言ってくれると思ってましたんで、今年の8月15日は、どこも行かなかったです。ほんでね、そういうこともあったんでね、せっかくベータ来ましたから、ベータはね、本当にベータのすぐ近くに姫路城と五穀神社ありますんでね、いつもこっちの方来るんですけど、こちらでね、手を合わせました、ね。その土地土地でね、手を合わせないといけないのかもしれないですけども、全部つながってると、安国に続いてると、信じてますんで、多分大丈夫でしょう。いや本当にね、神社行ってね、手を合わすとちょっと心がね、清らかになるというか、そんな感じです。本当に、ウクライナもね、プレゴジン飛行機ごと落とされてしまいましたんでね、なんてやばい国なんだと思うと同時に、もういつどうなるかわからんなって本当に思ってます。台湾もね、ちょっと中国は本当に経済的にもう最終段階来てると思うんで、本当にいつ、中国が、おかしなことをしてもおかしくない時期になってます。いや本当にね、今一番危機なんじゃないかなと、思ったりしてるんですけど、なのでね、どうぞ日本をお守りくださいということで、手を合わせてきました。ささやかな、お参りでどうなる、どうこうなるっていうのはね、はっきりとは言えませんけれども、やっぱりこういう気持ちで、日々過ごしていかないといけないなと、思っております。本当にね、日本の平和、世界の平和を祈った後で、ベータで歌いますのでよかったらベータね、またツイキャス見れると思いますので、ぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。ということで、五穀神社行きましたという動画でした。それではバイバイ。